無名塾は日本の俳優養成所。主催は俳優の中台達也。創立者は中台の妻であった宮崎京子である。所在地は東京都世田谷区岡本。1975年3月、中台達也の自宅稽古場に集う若い俳優たちの間で自発的にスタート。1977年により塾生の工房開始。無名塾。 中大劇道学費が無料実力派の俳優である中大達也の指導が直接受けられる、そして多くの実力ある俳優を輩出しているため、入塾審査の倍率は非常に高く劇団の灯台と称されるほどの狭き門である。養成コースは3年間。1年目は人格的修練とともにプロ俳優としての適性を見極めるトレーニングを行う。 プロへの可能性のあるものはさらに2年間熟成として要請する。熟自体は全寮制ではなく、熟成は自宅あるいは下宿先から稽古場へ通っている。熟成のアルバイトは原則的に禁止されているが、どうしても問題がある場合は、入塾後に個別に相談に応じる。中台の自宅が主たる稽古場であるが、石川県七尾市中島に、市営の定型劇場、 のと演劇堂があり、この劇場を起点として、年に一度全国公演を行っている。公演中、出演者にはギャラが支払われる。本公演とは別に、無名塾稽古場で行う、塾生公演は、非演と呼ばれる。要請期間中は、無名塾の所属であるが、外部出演に限っては株式会社仕事が、マネージメントを担当する。 出身者は卒業以降もこの事務所に席を置き続けるものが多い。1993年から文芸演出部が存在した。役者と同じように非常に厳しいオーディションによって局少数の者が入塾し、宮崎京子に指示した。しかし、1996年、宮崎の水臓癌による死亡のため死を失った文芸演出部は1997年に終わる。 出身者としては、月足と餅ちなどがいる。演出家として活動している出身者は、石栗正彦、大江氏。映画やテレビ舞台で活躍している、役所工事、増岡徹、若村真由美、赤間まりこ、牧陽子、内浦淳一、滝藤方一、村上慎吾、松崎健治、高川雄也、声楽家でありミュージカルなどを中心に活動している、佐賀達彦。 演出家として活躍している石栗正彦がいる。ありがとうございます。